まあ、このようにですね、物をこう触ったりですね、壁も分かりますし、ね、実際に物のこう重さもこう分かるんですね、重さもね。まあ、そういうことをコンピューターの中に現実世界をですね、実現する、ね。それがこの力学ディスプレイ、ね、ということです。